フィギュアスケート GP ファイナル最終日2023年12月9日中国北京男子は前回覇者で SP2 位の宇野昌磨25イコールトヨタ自動車がフリー191.32点合計297.34点で準優勝だった。イリア・マリニン米国が SP フリーともトップで世界歴代3位の合計314.66点で初の頂点に立った。マリニンは最高難度の大技4回転半ジャンプを今回 SP で世界初成功。フリー後の会見では、マリニンと一緒に4回転半を飛ぶかについて質問が出た。宇野は、少なくとも僕の話をすると、絶対に 4A は飛べない。その夢が叶わないことと、申し訳なく思う、と苦笑い。3位表彰台の鍵山優真、オリエンタルバイオ、中京大、も、やるとしても、僕のスケーターの夢を全部叶えて、怪我をしていいのなら一発やるかな。彼と一緒に飛べないことを悔しく思います、とコメントした。